まあ、そこをやってくれれば、まあ、2割全然上がりますよね、うん、でも参考書終わっただけで6割っていうのは割とある話ですよね、うん、基礎知識っていうか要はまあ武田塾でいうと単語自己文法構文とかってこの軸となる参考書だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それが終わって6割取れてるってことは、まあ、まあまあ悪くないですよね。だから多分、うん、武田塾チャンネル。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンですね。ハッピーお盆な感じの。はい。いやもうハロウィンとか言ってる場合じゃないっすよ本当もう。受験はもう目の前ですよ本当に。勝手にやっといて何を言っているのかよくわからないけど。いやもうこっから本当にもうね、もうセンター対策だったりとか、はい、センタープレーがあったりとか模試があったりとか。かぼちゃのお化けよりよっぽど恐ろしいもん、恐ろしいもんいっぱいやってきますね。いや本当来ますよ、はい、本当にもう。そんな受験生の悩みに答えるこの番組は。受験相談 SOS。 野村先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、英語の質問です、うんうん、武田塾で推奨されている基礎知識と言われるための参考書をやり、9月末時点で6割でした、うんうん、ここからあと2割上げるためにはどのようにすればいいでしょうかと。なるほど。いう質問です、うん、まあ、なんで落としてるのかまず調べるべきですよね。そうですね、うんうん、どこで落としてるかですよね、うん、まあ、例えば文法で、うん、まあ、例えば何ですか、まあ、これ8割目標ってことなんで、8割目標だとすると、はい、まあ、文法が例えば6割とか7割ぐらいだとすると、はい、落とした問題は、うん、エクステの知識のせいで落としたのか、うんうんうん、なんか知らなかったから落としたのか、そういうとこまず見つからないといけないですね。そうですね。あとはでも6割一応基礎知識っていうか、要はまあ武田塾でいうと単語自己文法構文とかってこの軸となる参考書だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それが終わって6割取れてるってことは、まあ、まあまあ悪くないですよね。だから多分、うん、長文のスピードが遅いっていうことと、うんうん、題文ごとの読み方ができてないあたりが多分理由としては大きいのかなっていう、うんうん、ですね。あとはまあ文法で落としてるかとかですね、うんうん、もうそれしかない。そうだ、多分長文で結構まだまだ落としてるんだろうなと、うん、だから80分で解ききれてないっていうところが解ききれないでしょうねこれは、うんうん、だまあ基本的にはやっぱシャドーイングとか、うん、時間計って題文ごとに長文をしっかりやっぱリーズニングとかやり込みしてどうやったら解けるのかっていう題文ごとのコツをつかむって感じですかね。ですね。まあ、リーズニングっていうのはそのしっかりどこに答えが書いてあってこの答えを選ぶんだってことですね、うんうん、さらに選択肢ごとにもなんでそれが正解で他ダメなのみたいなのを言えるかどうか、はい、なんでを考えるっていう。そうですね。なんでどこに分かるのそれで、うんうん、確かに、まあ、そこをやってくれればまあ、2割全然上がりますよね、うん、でも参考書終わっただけで6割っていうのは割とある話ですよね、うんうんうん、だからそこは多分、うん、あのちゃんと取れなかった部分とかと実際に受けてみた自分の手応えを見てみて、うんうん、その何が原因かっていうのを考えてみるといいんじゃないかなと思います、うん、まあ、参考書やってるんで例えば単語1冊終わってれば多分センターで9割以上分かると思うんですよね、うん、ほとんど。であとは文法も多分絶対見たことある問題しか出てないと思うんですよ、うん、なのであとはそこやっぱりアウトプット練習とか、はい、中身さんが言ったことを、まあ、しっかりシャドウイングだったりとか、うんうん、でもしっかりやってくれるかどうかだと思いますね。はい、はい、ね、はい、ですね、わかりました、はい、今回は以上です、はい。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。